ういうその普段はもちろんプライベートもそうなんですけど、そういうのにハマってることとか。ハマってることは、もともと食べ物が好きで、帽子、こういうのが好きで、いろいろサングラスとか、そっち系が好きですね。なんかこうプレイするときの格好とかもちょっとこだわりあったりする。プレイするとき、一応今年っていうか、去年はサムライっていうのをイメージしたんで、ロン毛頑張って2年、一昨年の夏ぐらいからちょっとじゃあテーマをずっとその次の年のテーマを作って動こうと思ったんで、まあ長かったんですけど、きちっと膨れるまで頑張ろうと思って、で去年はずっとサムライを自分の中でイメージして、今年切ろうと思ったんですけど、まだねパートナーが決まってないんですよ。でせっかくやるんだったら本当に価値の出ないことをやりたいんで、まだそこが、まあ、オファーかけてるんですけど返事がまだないんで、でもしオファーかけて納得する面に行くと気になったら今年はもう一回ちょっと引いてみようと思いますね。でその間に、まあ、体鍛えたりそのバーを立ち上げていろいろこう新しいものを挑戦して、でまあ来年また復活できれば全然一番ってあの引退っていうのがないんですね。やりたければ参加して予選をクリアすればまた出れるんで、年齢制限もないんですね。ちょっとね年取ってみるとなんかそういうのがないと動かないでしょ。侍だとお前みたいな、しかもみたいな、朝目が覚めて髪をくくるのがユニフォームを着るときと一緒のような気持ちになれるんで、負けを言うと、これをこう取ると、バサッてこの辺まで、肩甲骨の後ろまではあるので、40過ぎると、パッとはいないですね。友達はいっぱいいます。まあ、ファン、ここに通して、もう友達に、最高じゃないですか。会場にいつも会いに来てくれる人が、最初ファンやったかもしれないですけど、もう20年来の、家計してくれる人とかもいるんで、子供連れてきたり旦那連れてきたり、なんか楽しみにしてるんですよ。今年もまたちゃんと持ってるよみたいな感じで、こっちから声かけですね、会場にいるそのファンの人に。でもファン感覚じゃないですね。出会いっていうのはですね、ブログとかミクシーとか今情報発信源としてやってるんですけど、これそう始めてよかったなと思います。それまではずっとやっぱ拒んでたんですよ。デッキ引くと俺には好きだみたいな、続かんじゃーって言ってたんですけど、でもターキーって言われてるんですけどね、ターキーがどこにいるかみんな知らん、そういう情報を出さないとあっちこっちあっちこっち行くから、それを出すだけでいいじゃんって言われて、あじゃあ分かったって、3年ぐらい前から頑張ってこうやってるんですけど、なんかね、そうやって今までこう会場に来てるけど話したことがなかったとか、なんか今日も来ましたとか、あ誰だろうで名前調べてもわからんし、でもこう行くうちにどんどんどんこう、まあ、ブログの流れで会話してると会場とかにパッて声かけてくるんですよ。あ私はなんとかですって、で本名は言わないとしてもそのペンネームみたいになるじゃないですか。でそれでああいつもありがとうで、そういう子がものすごく増えました。リアルオフ会に。そうですね。で、この1番で僕を応援してない人もちゃんとコメントを入れてくれたり、2番、3番で応援してくれてる。これ、1番目の朝宮ちゃんとしても、2番目、その朝宮ちゃんの試合の時は、プロスの試合に行きますよ、みたいな人もいっぱいいるんで。なんか、ああいうの始めて直接その人が分かった時ってやっぱ嬉しいですよね。文章でありがとうって言うつもり直接会場でって言うとまた応援してくれるんで、まあ出会い、その出会いもしょっちゅうあるんで、まあ、人と会ってるんで、まあ、そんなにその誰と会ったからっていうのは変わりはないんですけど、そういうその情報のどっていうのが一つのものであって、そこにみんなが集まる。
そう。